大学院を卒業後、ホーは中国の友人と共に起業。もともとは中古機器の販売を行っていたのだが、どのような経緯で現在の事業に転化したのか。永吉商事という会社を起業し、中古、リサイクルの事業を中心として、グローバル的な展開をしたわけで、その一環でですね、インテルという会社と、業務関係になりまして、シリコンウェーハーですね、不要になったというか、もう再生できないシリコンウェーハーがあったりして、それを廃棄物として、インテルさん処理しないといけないということ で廃棄物となったものを我々永吉商事としてですね、リサイクルという大きな意味合いで、買い取りをさせていただくというようなビジネスがありまして、そこでご縁がありまして、で、ナサ工業様は平成22年の時に、この事業を切り出して、もう撤退するんだということを発表した時に、当然我々もリサイクルの会社としてですね、機械設備とか工場のインフラを買い取りをして、転売をするというようなこともそうで、できてですね、支店代で手を挙げさせていただき、我々も、事業承継ではなくですね、機械設備の買い取りをさせていただこうということでコンタクトをして、で、最初はそういうつもりで行ったんですね。で、通っているうちに、ナサ工業様も一部上場の会社でありますし、当時500数十名の方就職されているので、撤退してたら今度新しい雇用先生まれない限り、失業者あふれるだろうということもあって、で、撤退じゃなくて事業承継できる先を探そうと、途中でこう方向性変わったわけですね。で、話こう変わっているうちに、僕らもこの事業について真剣に勉強し始めて、なかなかよかろうじゃないかということで、ナサ工業さんと合意できたというような経緯でございます。東証一部上場企業の一事業を承継し、2010年半導体製造の要となるシリコンウェーハの再生事業を主とする株式会社 RS テクノロジーズを設立。日本での設立となったが、ホーが注目したのは日本の市場のみではなく全世界だった。日本が今回このナサ工業さんがもう日本では競争力ないだろうというような、このリサイクルにクレームの事業を切り出そうとしているわけで、だったら隣の中国はどうなんだろうねとか、自然にそういう考えがありまして、一般の日本人と違った世界、僕そういう世界観を持ってますので、中国出身というような、別の世界しているという余裕はあって、でもう一つ大きな意味で言うと、僕経営上における要素って2つありまして、一つ当然営業という部分で、もう一つやはり管理ですね、数字的な管理で、運がよくその時僕にとってこう運命の出会い の, パートナーが行ってですね、当然一番最初に一緒に創業したパートナーがいて、その後数字にものすごく強いところと出会えて、いろんな意味で僕が描いてたものをこう数字化してくれるような感じで、あ、これだったら間違いないよね、3年5年10年20年先はこうなっているというのを僕がこう想像したものを数字化してくれて、いうこの2つ目 の, 要素が大きいですよね。仮に今現在まだ成功していなくても、まだ赤字の会社になったとしても、どこかで必ず成功できるだと僕は思っています。